木場駅は、新潟県西神原郡、黒崎町木場にあった新潟交通電車線の駅、地上駅、平日午前の未業務を行う、簡易宅駅であった。相対式ホーム2面2線を有し、両ホームが、校内踏切によって連絡していた。駅舎には、出発窓口のほか、自動販売機、トイレなどが設置されていた。駅舎と裏手北東側の、 中野口川左岸川堤防場と駅舎跡正面の2カ所には新潟交通グループの路線バス、三方線のバス停留所が設けられている。電車線の廃線前から設けられていた駅舎跡裏手の木場川前停留所は三方線に系統とも停車する。駅舎跡正面の木場駅跡停留所は 電車線廃線後の1999年4月5日に黒崎農協前の名称で新設され、前日の通り JA、AH、越後中央黒崎支店が移転したため、2014年4月1日に現名称に改称された。こちらは三方線の内月型方面の系統のみが停車する。2015年12月現在の運行路線は下記の通りである。駅施設はかなり撤去され、 さらちになっているが、自転車置き場と、木場川前公民館に通じる校内踏切に、舗装されたまま線路が行き埋めされ残る。周辺には、農業関係の建物もたくさんあったが、駅施設撤去もしばらくして、それらも取り壊された。白山前駅、東関屋駅からこの駅までの折り返し列車が、設定されていた。ABCJR 私鉄前線各駅停車6中央、上信越590駅小学館、1993年181ページ。ありがとうございます。